時刻は深夜1時。寝ようと思ったら、エルドラージ。というわけで皆さんこんばんは。開封大好き、ヨシヒロです。今宵もね、眠りにつこうと思ったタイミングで、突如としてモダホラ3の新カードの情報が4枚も公開されました。こんな時間に出すなと思うけど、まあアメリカ基準だからね、別に日本のことなんか、日本の時間なんか別に考えてないと思うからさ、まあこんな時間にも出るわけなんだけどさ、まあ新カードがさ、出ようが出まいが、深夜1時ですよ。普通の男性は寝ると思うかもしれないけど、グッピーラムネの枕に寝てるやつだぞ。普通なわけないだろ。というわけで今から動画撮ってくんで、普通じゃないやつはもう聞いてってくれ。というわけで今日はこの4枚のカードを語っていく。で、4枚のカードなんだけど、まあ、今回ね、レアリティがコモンのカード2枚、アンコモンのカード2枚っていうので、まあ、レアのカードがないからさ、ちょっと迫力に欠ける感じはするけれども、ただね、アンコモンでもね、なかなかやばいやつがあったんで、まあ、ちゃんとその、なんつうんだろうな。ギアは全開で語っていくから、みんなもそのつもりで、シートベルトをつけて、この動画最後まで見てってくれ。はい、というわけで、まずはコモンのカード。で、コモンのカード、まず1枚目が堕落した多層の戦士でございます。まあ、4マナ保証しの血色のクリーチャーで、戦場出るに際して、飛行持ちの33か警戒持ちの25か防衛持ちの0、12のクリーチャーのどれかになれるっていうので、まあ、なんかまあ、なんかのコピーじゃなくて、まあ、その、モードが3つ決められてて、そのどれかになれるっていうので、まあ、どのモードもマナコストに対しては、別にそんなコスパは良くないけど、最後の0-12ってのがなんかエルドラージっぽくて、ぶっ飛んでていいねっていう感じのクリーチャーですね。まあ、フレーバーテキスト面白くて、その体の中には3つの血筋が覇権を争っていたっていうので、まあ、エルドラージって、まあ、その、ウラモグ派か、まあ、コジレック派か、エムラクール派かみたいので、まあ、3個のあの、血族があるわけなんだけど、まあ、こいつはハイブリッドで、まあ、3つ持ってるけど、まあ、3つ持ってる結果、超中途半端な微妙なクリーチャーになるっていうね、すごい残念なやつですね。まあ、本来さ、その3つの血族がさ、体の中にあったらさ、多分最強のエルドラージ、そのなんかファイレクシアでいうとこのアトラクサみたいなのが生まれるはずなんだけど、なんか結果微妙なやつになるっていう、まあ残念なパターンですね。まあだからエルドラージはハイブリッドしない方がいいっていうのが、まあこのカードから、まあ、読み解けるという、まあそういうストーリーも感じれるカードでございます。で、カードの強い弱いで言ったらもう全然箸にも棒にもかかんないな。まあリミテッドで言ってもね、まあ0-10にはね、かなり場持ちいいっていうか、選べるモードとしてはめっちゃ強いけど、まあそうだね。モダンホライゾンのカードとしては微妙なんじゃないかな。いやでも0-12選べるのはかなり強いな。0-12ってマジで突破できないから。だからモードとして最後がね、用意されてんのは良いし。で、33飛行も、まあ4マナ33飛行って全然最近のスタンダードのさ、古文のカードレベルだけど、まあ選べるのは強いよね。で、25警戒っていうのも、まあ盤面的には使える場面もあると思うから、まあそれも偉いと。というわけで堕落した多層の戦士。まあこれはね、まあ雰囲気重視のカードで全然強くはないね。なんかこれ似たようなカードあったような昔。緑にさ、肌代わりとかいう、マナ払って、モード変えられるやついたじゃん。なんか22か44か08かな。なんか22飛行か44か08の防衛になれるみたいなやついたけど、なんかあれがちょっと、なんか混じってる感じがするかな。結構エルドラージって、その過去のカードのリメイクっていうか、なんつうんだろうな、なんかカオスになったバージョンみたいなのがよくあるから、多分これもね、何かしらその、過去のカードを引き継いでるとは思うんだけど、多分肌代わりなんじゃないかな。最後のその、0-12っていうサイズが、やっぱり0-8の肌代わりを思い出させるんで、色とか全然違うけど、多分それな感じがするかな。で、次のカード。で、次のカードもコモンのカードで、のたうつ、さなぎ。グルールガラーの血色のクリーチャーで、こいつ強いんだよ。唱えた時の誘発で、サクったら、不特定マナ加えられる01のエルドラージ、落とし子トークンを2個生成すると。で、これが末裔じゃなくて落とし子なんで、パワーないんだよね。だからまあ、唱えた時にトークン出るんだけど、パワーなしなんで、結構心もとない。ただ、到達持ってて、エルドラージサクるたんびにプライチカウンターが1個乗っかるんで、まあ、こいつ単品の能力でも、4マナ45到達までは保証されてるし、で、その2個サクるのによってさ、無色マナも出るわけだから、結構こいつ古文にしたら相当な高いスペック持ってんじゃないかな。普通にその落とし号をさ、適当にサクっても別に4号到達そんな悪くないから、リミティにおいてはかなり役に立ちそう。で、今回落とし号がいるってことは、その、末裔トークンいないのかな。そう、末裔か落とし号はね、大きな違いだからね。やっぱパワー1あるか1もないかはね、本当にでかい差だから、だから落とし子があるって、落とし子があるってことは末裔がないっていう風に認識していいのかな。いや、どうだろうね。落とし子はね、確かあれ、エムラクールの血族なのかな。なんか見た目的に多分そうなんだよ。で、末裔は裏モグなんだよな。あれで、コジレックの
そのなんつうんだろう、子供トークみたいなのってまだいないんだっけ。なんかそれも出てきそうな気するけど、まあ いやそういうちょっと妄想の話を置いといて、まあのたうつさなぎでございました。いいね、さなぎって漢字を覚えられるのはね、あのとても勉強になるからね。大体の男性はあのギタドラでさなぎっていう漢字を学ぶから、そうね、あのこれからのあの男性諸君はマジック・ザ・ギャザリングでさなぎという漢字を覚えてほしい。使うことはあんまない。で次のカードで、次がアンコモのカードで、運発の逸脱者。運発の逸脱者は4マナ66の血色で、この呪文唱えた時にあの不特定マナが払われてない場合は、対戦相手1人を対象として、そのプレイヤーは自分の手札にあるクリーチャーを戦場出せると。まあその代わり4マナ66トランプルなんで、まあそうね、その血色マナを払ってれば何のデメリットもなく4マナ66だけど、普通に色マナ払って出しちゃうと、まあ、相手のハンドからまあクリーチャーが出てくると。でこれ確かね、マスクスかなんかにあるカードのリメイクなんだよな。うん、多分合ってると思う。そのマスクスにあったなんだっけ、誘い出す運パスかな、あ、じゃあ借り立てられた運パスだ。借り立てられた運パスっていう、あの4マナ66でデメリット能力で相手があのクリーチャー出せるっていうさ、もう確定で相手のハンドからクリーチャーが出てくるっていうデメリット持ちがいたんだけど、まあ、あれのリメイクですね。うん、でまあ完全に強くなったと言って過言じゃないんじゃないかな。まあその駆り立てられた運パスってさ、もう言うて20何年前だ、もう23、4年前ぐらいのカードだからさ、まあそれはあのそのスペックになるわけでっていうので、まあとはいえね、まあ4マナ66トランプルが普通にコンスタントに使えるんだったら、まあ現代のマジックでもまあリミテでは強いんじゃないかな。さすがにこれをあの構築に持ち込む度量は誰にもないと思うから、まあ、もしくはなんだろうね、その、多人数戦とかで、あの、特定のプレイヤーのハンドから何かあの誘い出して面白い動きができるとか、まあ、そういうちょっとあの、パーティーギミックをカードになるんじゃないかな。まあ、というわけで、運パスの逸脱者、まあ、これも過去のカードのリメイクですね。まあ、てな感じで、まあ、エルドラージのカード、今3枚紹介してきたわけなんだけど、これだけ聞かされたらさ、いや、全部リミテッド用のカードやんっていうので、画面の前でがっかりした人いるかもしれない。いるかもしれないけど、あのね、今日は最後に紹介するカードがマジですごいのよ。というわけで最後に紹介するカード、アンコモンだけれど、だいぶやれるカードで、コジレックの封印破りでございます。3マナのエンチャントで、マナ総量4か5か6であるクリーチャー呪文唱えるたびに、サクることで無色マナが出てくる落とし子トークンが2個出てくると。で、マナ総量7以上の呪文唱えたら、3ドローってので、最後の誘発だいぶぶっ飛んでるね。そう、4か5か6の呪文には、その落とし子2個しかくれないのに、7以上だったら3ドローできるのよ。で、7以上って、あの神話デッキだったら簡単に達成できんだよね。しかもマナも払わずに。そうだから、あのマイヤの処罰者だとか、あの滞留者の相棒だとか、あと思考の感謝だとかさ、あの辺とかさ、もうあの激辛っていうか、そのマイヤエンフォーザーとその相棒に関してはゼロマナで出せるから、だからこれ出して、まあ、その滞留者の相棒だとかマイヤエンフォーザー出して3ドローっていう、あの3マナだからさ、なんかあの身代わり合成機すげえちょっと霞んで見えてきたんだけど大丈夫かな。そう、神話デッキを組むためにさ、身代わり合成買ったけど、なんかこっちで3ドローとかした方が楽しくねっていう、今それが俺の中でね、だいぶ噂されてるんですよね。で、しかもその思考の感謝だったらさ、あれもともと2ドローついてんのに、あの、これやったら、5ドローだよ。唱えた段階で3ドロー。で、戦場着陸して2ドローでしょ。そんな引いてどうするんだって思うかもしれないけど、まあ、カード引くのは、引くイコール、ま、正義だと俺は、親父に教わってるから、だからね、なんかコジレックの封印破りを入れた神話デッキみたいなのはあるんじゃないかな。で、マナ総量4か5か6の4っていうのも、まあ、金属ガエルでさ、達成できるし、まあ、でもその01が横に並んでもあんま勝ちないんだな。うん、あと、ま、単純にこのカードがそのアーティファクトじゃないから、いろんなアーティファクトカウントをする上で損っていうので、まあ、多分だから神話には入れないんだけど、ただその7以上の呪文唱えたら3ドローっていうのがね、超魅力的なんだよな。いや、これどうなんだろうな。なんかね、最後のこの3ドロー、3でかすぎるって。なんでこれ、2とかじゃなかったんだろうな。3はね、だいぶその、マニアをね、引きつけますよね。で、しかもこのカード自体が3マナっていうので、まあ、神話だったらさ、まあ、最速その2ターン目とかに置けるわけじゃん。バネハとかあるから。いや、これね、怪しいラインだよな。身代わり合成機マジでちょっと霞むけど、まあ、やっぱりね、このカード自体がアーティファクトじゃないから、まあ、多分その、強そうでしたっていうので終わるよね。そう、あの、クラノズじゃないけど、うん、とっても強そうでしたっていう。その、強くなくて強そうでしたで終わるっていうのは、まあ、おそらく間違いないと思うけど、ただ深夜に、なんかもしかしたらってね、一瞬思わせてくれたね。そう、あの、ちょうどあの、日が上がる前ぐらいに、うん、多分みんなあの、冷静になると思うけど、
まあ、ちょっとね、一瞬期待するカード、まあ、コジレックの封印破りでした。で、このカードもね、なんか過去のカードのリメイクなんだよな。あの、サルカンの封印破りっていう、そう、名前も似てるんだけど、まあ、あれと全く同じようなので、サルカンの封印破りも4か5か6の呪文唱えたら4点ダメージで、で、7以上唱えると全てに4点だったんだよね。うん、だから、まあ、あれもこれもね、その7以上だった際には豪快な恩恵が受けられるカードっていうので、まあ、似てるけど、ちょっとなんか足りんかったな。これレアリティ上がって、なんかアーティファクトとかになってたら、もう異次元だったけど、残念ながら血色はアーティファクトではないと。残念いやーでもなんかもしかしたらあるんじゃないかな。3はデカすぎる。いやそんなカード引いてどうするんだいっていう派閥と、3枚だよ。3枚はね、なんか別の悪さできそうだから、そうですね。まあ俺のね、脳内だと、でもなんかね、6対4ぐらいなんだよな。4なんかすごいことを起こしそう。で、6多分何にもないっていうので、まあ、割合的にはね、なんかある可能性もだいぶ高いと俺は信じてますね。はい、というわけで、まあ以上がね、この深夜に公開されたエルドラージのカード4枚でした。みんなはどのカードが好きかな？みんなは多分別にみんな特にどれも好きじゃないと思うけど、まあ俺はやっぱエルドラージ出てきたらね、もう大興奮せざるを得ないので、いや、こんな深夜にね、ちょっとテンション上げさせてもらいましたよ。もう堕落した多層戦士とかでさえもね、やっぱいいから、だって顔が人間、体がエルドラージだよ。もうなんかあの、フィギュアでさ、子供が作ったなんか、キメラフィギュアみたいだからね、こんなん今までなかったからな。この顔が人間の部分は一体どこの血族なんだろうな。顔だけなんかあの人間っていうのがね、笑えますね。まあ、そんな感じでしたと。まあ、皆さんもね、この新カードに関して思うことだったら、まあ、おそらく多分、このコジレックの封印破りぐらいしか語ることはないと思うんだけど、まあ、なんだろう、なんか例えば、ノタウツ、サナギは実はこれが、元祖なんだみたいなのあったら、多分あると思うんだよな。エルドラジね、大体なんか元ネタあるかどういうと思うから、まあ、このサナギに関してももしかしたら何かあるかもしれないので、知ってる方いたらぜひコメントまでよろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、今日はね、まあ、突然夜中に思い立って撮った動画なんで、もう撮り終わったらもう寝ようと思います。普通に考えたら寝た方がいい。はい、というわけで皆さん、レストインピース！マジックでフリマなら、アルプラ！